こんばんは、ファブゲーミング所属のフェリックスです。こんばんは、データディビジョン所属のハメックスです。ハメツです。はい、そうですね。やっぱりそのチキン選手が最初に4釣りして、で後半のサバが1逃げしてセットを取るっていう、すごい1試合目が強力だなっていうチームだと思います。そうですね、ゼータディビジョンはもうサバイバー、ハンターともにすごい強力なチームで、やっぱりアルフ選手の索敵力と、キャラ連動、あとはサバイバーのチェイス力と立ち回りともに強力なんで、まあ、すごい強いチームだなというふうに思います。やっぱりその1セット目なんですけど、その、まあ、その勝利している要因は1試合目が特にやっぱりその耐えてるので、そこでやっぱ耐えれてるのがだいぶでかいなって思います。ゼータにはこのリーグだけじゃなくて7戦やって7戦負けてるので、1回も勝ったことがない唯一で、七転び八起きっていう言葉もあるんで、まあ、この8回目でプレーオフ勝って僕たちが優勝する自信はあります。はい、やっぱりレギュラーシーズンは BO3 でプレーオフは BO5 に変わるんですけど、まあ、レギュラーシーズンでは、チキン選手が BO2 まで出て BO3 はヤミ選手が担当してたんですけど、BO5 だと最大5回出るので、まあ、ちょっと闇選手のキャラ範囲はすごいちょっと広いと思うので、まあ、どんなハンターが出てくるのかすごい怖いですね。そうですね、 BO5 になって、まあ、ゼータ側がマップ権を持ってるっていうこともあって、1戦目と3戦目と5戦目にマップ権が取られるので、まあ、そこの練習を重点的にするのと、まあ、やっぱりアルフ選手のハンター力はすごい高いですし、サバイバーのチェイス力もすごい高いので、対策っていう対策は難しいんですけど、まあうちのハンターがやってくれるんじゃないかなっていうふうに思いますし、サバイバーも全力で食らいついて泥臭くても頑張っていくつもりです。はい、ゼータの3-0勝ちですファブの3-0勝ちです。そうっすね。まあ、うちのアルフレに4追されてください。まあ、うちのチキンがボコボコにするんで、まあ、楽しみにしててください。